はいどうも、カズペンです。いつもご視聴高評価ありがとうございます。今日はカブトムシのメスちゃんを捕まえに来たわけなんですけれども、まあ動画を見ていただけると今日の結果がどうやったかっていうのがすぐわかると思いますので、早速ね、見ていただきましょう。どうぞ。ちょっといきなりですけど見てください。これカブトムシのメスですよね。こいつ。わかりにくいかな。これね。はい、で今日カブトムシのメスを狙いに来て公園の中をちょっとうろちょろしてたんですけど、全然いなくて、昨日、蜜樹液が出てる気も全然ないんで帰ろう思ったら、本当にね道路にポツンと歩いとったんですね。でこいつちょっと持ってきて今ここで放し飼いにこうやってしてるんですけど、嘘みたいな話なんですけど、これほんま仕込みちゃいますよ。偶然カブトムシのメスちゃん出てきてくれました。今家でオス2匹メス1匹飼ってるんで、もう1匹メス欲しいなと思ってたんですけど、ちょっとこの子連れて帰ります。ちなみにこれカブトムシのメスですよね。違う虫やったらえらいことになるんでね、僕もあんま詳しくないんでこいつを連れて帰りたいなと思います。はい、というわけで、このカブトムシメスちゃんを僕が乗ってきたバイクのとこまで連れてきました。今日また虫かご忘れたので、このタオルにくるんでバイクのドリンクホルダーのとこにこうポチョッと入れて、で連れて帰りたいなと思います。よし、お前もねオス2匹待ってるからガンガン交尾してガンガン卵を産みなさい、ね、今女の子1人しかいてないんで、男の子2匹女の子2匹で楽しく生活しなさい。テラスハウスです。では、はい、では今家に帰ってきて、虫かごにこのメスちゃんですね、今回捕まえてきたメスを入れました。夜なんでカブトムシ、これオスが動いてます。でこっちに、あ、見えるかな、はい、これねメス、もう1匹最初からおったメスですね。こいつ結構暴れます。でここにもう1匹オスですね。こっちがちっちゃいオスカブトムシですね。これでオスメス4匹ずつにな、あ、オスメス2匹ずつになりました。これでこの冬はいっぱい卵を産んでもらってね、来年の夏また卵が帰ってくれるといいなっていう感じです。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。